あとくれてやるから。くれるなら、くれるならいいよ。あなたちょっと待って。くれんのか、その騎士。あ？くれんのか、その騎士。あと、ちゃ、出てるから待ってろ、もう。しわり。何時から落としに。カタパルトすげえ構えてるけど。いやもういい、もう知らん、もう。たどり着く前にカタパルトにめちゃめちゃ撃たれて終わるんじゃねえの。いやーもうマジか、もう完全に準備を怠ってたわ、もう。悔しい。なんかお前分かってんな、俺にそうやって急に戦争ふっかけてくるってことはこっちも準備ができたら分かってるな。準備ね、準備ね。返す気は、返したら多分また取られちゃうわ。自分で面倒見るわ。いいとこだったんだけどな。先に来たのはそっちだから。ほぉ、いやいやいや、違う。おか、絶対違う。絶対違うね。違うね。それは俺違うと俺断言するぞ。来たのはそっちだから。だったはずなのに。あ？元は中立だったのに。くそ。まだやるんだな。いや、こちらとしてはもう小、もう不本意な戦いだから、これは本来自衛戦争だよ、自衛戦争。拠点に置いとくのも特に何も思わん。それに関しては何も思わん。その人に近くにいるやつだ。蹴ってもらおうか。何？人の近くをふらつくやろうか。
うわ、きつい、ダメだこれ、俺もう。あれの、うわもう今立ちがやばい、崩壊の危機がある。これそういうことか。足違えて聞くんな。足違い狙うなし。いやもうあれよ、敵にした方が悪かった。これは敵にした相手が、ご愛肉様。
うわもう最悪だ、やっちまった。うわなんかもういろいろ、満足とかやめろよ。こんな時に。ああ、完全に操作ミス。これが操作ミス。違う。ああ、間違う。ああ。復讐に燃えるフランス騎士団の猛攻の前に完全に意表をつかれたミトラ守備軍は壊滅を余儀なくされ、都市国家ミトラはフランス軍の勢力下となってしまった。ローマ軍はミトラ奪還部隊の運用方針を転換する。次回パリ吸収作戦、世界の覇権は我々の手に。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやってるので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。